はい、皆さんこんにちは、ワタリグルビジです。では今回は大戦略パーフェクト 4.0 現代兵器で第二次世界大戦の続きをやっていきたいと思います。で、我らが日本はですね、東南アジアを順調に進軍中でバンコクまでやってきてます。で、バンコクの占領を今進めているところなので、このまま太陽国バンコクの占領を続けていきます。で、バンコクの占領が終わったらですね、一気にイギリスの拠点シンガポール、ここをね陥落させていきたいと思っています。で、シンガポールを取ったらいよいよねオランダ領インドネシアが見えてくるので、まあ、そこのね攻略にも入っていけるのかなというふうに見通しを持っています。で、一方フィリピンの方なんですが、アメリカ軍がですねやっぱりね資金が豊富で、叩いては生まれてる、叩いては生まれてる繰り返しになってるんですけども、ここはね、フィリピンを包囲封鎖続けていこうと思っています。では早速時間を進めていきましょう。いよいよ本当にね、おっとここでトラックに弾道ミサイル撃ち込んできたな、アメリカ軍が。アメリカ軍の資金はね、あの日本の3倍の資金持ってましたからね、まだまだ余裕があるというか、十分に戦力を補給できるだけの力を持ってますよね。ただここはなんとかね、地の利を生かした物量作戦、まあ、確かに資金はアメリカの方が豊富ですけども、今戦闘しているフィリピン近辺での基地の数で言えば我々の方がはるかに上なんで、なんとかここはね、まあ、拠点からの近さを生かした、まあ、戦いをしていければいいかなと思ってます。いや、それにしてもね、なんか日本人の入国拒否とかそういう話がね、最近新型肺炎、新型コロナウイルスに絡んでいろいろ出てきてるんで、4月のバンコク行き、ゴールデンウィークのバンコク行きがすごく不安ですね。なんとしても少なくてもゴールデンウィークはもうホテルも航空券も取っちゃってて、キャンセルができない、まあできないことはないんですけど、まあ実質お金が全く戻ってこない研修風になってるんで、まあ、絶対行きたいんですけどね。問題はタイが入国させてくれるか、日本人。あと、まあ、何でご案内してる通り、4月の3日から6日、3泊4日のバンコクはですね、まだ航空券とかホテルは取ってないんですけど、ディズニー・オン・アイスのチケットだけは取ってあるんで、これもね、絶対行きたいんですよね。日本でディズニー・オン・アイスのチケット取ろうとすると結構苦労すると思うんですけど、バンコクだとまだまだね、ディズニー熱というか、ディズニーファンというか、まあそういったものがそんなに多くなくて、まあ、割と取りやすかったですね。なんでせっかく取ったんで、行きたいなーっていうところなんですけどね。今黄色なので、これはイギリス軍の動きですかね。アパンチとヘルファイアの戦いになってるけど、まあどっちも NATO の兵器ですからね、まあ、現代兵器でいうと。で、パープル、これがオランダになります。で、このブルー、水色かな、これがソ連ですね。まあ、ソ連軍もフィリピンの方にだいぶやってきてくれてるんで、これで一気にねアメリカ領のフィリピンを陥落させたいなっていうところなんですけど、いかんせんフィリピンの基地攻略にはアメリカ軍のね資金を立たないといけないっていうところですかね。では時間を進めていきます。はい、
では我々のターンができたのでしっかり、進軍を続けていきましょう。でドイツが、だいぶインドのイギリス軍を駆逐しつつあるので、まあなんとかそれに先んじてねシンガポールを陥落させたいですね。というわけで、では部隊を送り込んでいきます。ちょっと待ってね、ここは道路、道路はそのまま利用するよ。で陸軍基地、港、空軍基地、この辺りを一気に占領していこう。多少無理してでも強行軍として占領していきます。これでまずは空軍基地の占領完了ですね。あとは陸軍の基地の占領も進めちゃいます。とにかくね他国に先んじて占領政策を進めていかなきゃいけないので、ここは一刻を争う事態とそう思って占領を進めていきましょう。これでマレー半島の方ですね、歩兵の動きをさせていきました。続いて昆明だな。ここも地味に動かしていかなきゃいけないからね。オスプレイがいればオスプレイに乗せたいな。特にソ連とのね、中国の奪い合いになると思うんで、これになんとかね、勝利したい。占領続けていきましょう。よし、陸軍の基地占領ですね。中国ね、このまま昆明行ってマンダレー、インパールと拠点を確保しつつシンガポールを目指していくというところかな。もっともっと陸軍欲しいけどね。一旦そんなところになりそうですね。ここはもう国取りというよりは基地取りが優先されるのでどんどん進軍していきます。はい、では時間を進めていきます。
そしたら生産フェーズなんですけども、軍資金が全然ないので、ブラックオークを作ってですね、このブラックオークで、フィリピンに地上部隊を送り込んでいきたいなというふうに思っています。本当にお金がない。アメリカ軍が徐々に本土からやってきている感じがしますね。これ弾道ミサイルも来てるしね。そうなるとちょっとやっぱり偵察機飛ばした方が良さそうだな。アンノーンが増えてきたんですよね。はい、ではここからまたシンガポール攻略戦をね、やっていきます。占領、これで海軍基地も占領だ。完全にシンガポールを日本軍のものとすることができそうですね。はい、これで海軍基地、シンガポールね、空軍基地、陸軍基地、すべてを我がものとすることができましたね。シンガポール陥落です。で、バンコク周辺はこのまま進めてもらえばいいかな。占領、中国方面だよな。中国の首都を占領する。ちょっと時間かかるかもしれないですけどね、ここは確実に占領を進めていこう。もうソ連軍もやってきてるからね。ソ連軍とここは空軍基地、陸軍基地、駐屯地で、まあ、分け合う形にはなっちゃいましたけど、そうなると俄然ね、中心都市は我がものにしたい。これでウルムチも我が日本の領土に組み込みましたね。マンダレー、インパールは欲しいな。進軍続けましょう。で、香港かな。香港で作ったブラックオーク。
これに人を乗せて、一気にマニラに進行したいので、人を乗せましょう。待って。ブラックオークってね、歩兵乗れない？もしかして。乗れないわ。となると、オスプレイを探しましょう。無駄なものを作っちゃったな。オスプレイ。飛んでるね。座標は40の40。他は？オスプレイは、ちょっと兵器名で相当しちゃいますね。オスプレイもね、数は結構作ったはずなんで。そうだね。オスプレイがここにいるので。で、実際のオスプレイがどこにいるかは確認するには、どうすればいいの？これは、おっと、フェーズ終了してしまった。はい、家欲しかったわ。ちょっとじゃあ、一旦進めちゃったんで、このままいきます。ついにアメリカ軍が太平洋を渡って、北海道にやってきているので、これの迎撃もちょっとしなきゃいけないかな。まずは中国のね、拠点攻略を進めていきましょう。まだ3分の1ぐらいだね。ただこの中国の首都を占領しないことには対中戦、日中戦争が終わらないですからね。着々と進めていきます。で、香港で作ったオスプレイですね、これに人を乗せてひとっ飛び。ちょっと待ってね。うわ、ここ乗せられない。変なところで降ろしちゃったな。そしたら空軍基地の上に乗せて、ここに移動させて乗せましょうか。で、あとは普通に進軍でいいかな。で、気になる北海道の方の防衛だね。ここはきっちり生産を行って対応していきましょう。
そしたら北海道の防衛をしていきたいので、ライトニングを作っておきましょう。あとはイーグルだね。これで北海道上空、まあ、特に北からやってきているアメリカ空軍をなんとかね、撃退していきましょう。ついにアメリカ軍も太平洋を渡ってきてますからね。まあ、予定よりもだいぶ早くやってきてるので、これをしっかり迎撃、ああそうだな、早期警戒機飛ばしとくべきだったな。一体全体どれくらいアメリカ軍の戦力が今太平洋を渡ってきているのか全くわからない状態ですからね。なんかとにかくちょこちょこやってきているぞっていうのはわかるもんね。そしたら中国のね、占領を続けていきます。ちょっと待ってね、歩兵も10人ちゃんと揃ってる歩兵で占領した方がさすがに早いだろう。なので5人チームは一旦離れてもらう。10人チームで中国の占領だ。占領できたはず。よし、中国を占領しましたね。これで中国が脱落で、シンガポールの占領も進んでいるという状況ですね。なのでそしたら今回は中国の占領終わったので一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、いよいよ、フィリピンの占領を、ね、本格的に始めていってアメリカ軍をね迎え撃っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。